Yeah. 今回さ、伊賀越えのルートね。まあ、あの前回もいろんな説があるんですよって言って4つぐらい紹介したじゃないですか。で、伊賀越え自身は3つルートあるんですよって言ってたら、なんと3ってね、そのルート全部に <laughs> 分かれていくってね、そういう脚本に来るとは思わなかったんで、この説がいろいろあるのを逆手に取ったなんかうまい解決法で来たなぁと思いましたね。しかも、家康さんが選んだルートが一番大変だったっていうね。<laughs> なんかそれも逆に面白かったですね。で、あとなんかね、家康さんがね、やっぱ今回成長が良かった ですね、あの、ほら、食べ物が少ないのに、伊賀者たちが一生懸命取ってきた、あれ、絶対取ってきたんだと思うんだけど、盗んできた野菜をさ、食えって言ってね、大ネズミに与える、伊賀物に与えるね、家康さん。ああいうことをさりげなくできるようになってきたから、だからこそね、伊賀者の人たちもさ、家康さんが殺されそうになった時に、俺がイエスだー俺がイエスなんじゃーとかって言ってね、みんなでこう、身代わりになろうとしたわけですよね。わしがイエスじゃーって叫んでね、まあ、はっりハンズもよかったし、大ネズミもよかった さんもなんかいいですよね。わしが家康じゃん。わしの首をやるから。だからこいつらは見逃せ。助けろって言ってね。自分が死んでも、伊賀物をね。まあ言ってみたらさ、切り捨てられてもいいような下っ端の連中なのに、それを助けようとする家康さんっていうのがもう成長が見られて、おお、家っさんかっこよくなってきたと思った たところに、私の正信登場ですよもう、最高でさ、ね、で、しかも、もう、あの正信のさ、なんていうの、本心では家康を助けたくて仕方ないのにさ、いや、信長が生きているかも、ま、嘘に決まっておるとかってさ、<laughs> を恨んでおるとか心にもないこと散々言っっちゃってさでもね、秀吉がさ、信長が生きているっていう噂を流してたのはまあ本当なんですよ。だから、それで大名たちも様子見してたっていうのはあったはずなので、まあだからあのね、いわゆる正信の言ってることは別になんか当時としては本当にそういうことなんですよ。それをさ、またね、いやー、信長は死んでおるに決まっ ておるが、首は出とらんとかね。あの、イカサマシの怪しげな感じのうさんくささが良かったですね。もう、本当にね、なんか笑いながらもね、白昼って感触していや、待ってましたーって言うんでね、テレビの前で大感動してたんですけど、そのさ、正信の嘘を見抜く、あの、いわゆる伊賀の頭の桃地丹波も最高でしたね。うん。 あの、島田久作さんってさ、あの、テン物語の加藤から私は大ファンでさ、あの、加藤をやった時にあの映画の時に、なんか電柱の上に2時間ずっと立ってたらしいんですよ。なんか映画では本当一瞬しか出てこなかったんだけど。で、まあなんかそのシーン見ただけで、いやー、1800円払った価値あるわーって感じでもうすっごい満足して、大ファンになったっていう加藤さんが、あ、違う違う、島田さんが、島田久作さんが、この伊賀の忍者の頭目桃地丹波役がもうピッ ハマっててさで、そのなんていうの、嘘を見抜きながらも、こう、ニヤッとね、嘘をね、こいつ嘘ついてるなっていうのを見抜きながらも、<laughs> どうもお前って家スに言ってさ、で、家康は、まあ、信長は死んだ、死んだに決まっとると。とが、まあ、首はね、出ていないのは確かだっていうね。で、多分それは、織田家の家臣たちのまいた噂だろう。だから、即座に明智に味方する者は現れんから、明智に天下は取れん。だから、わしに明智を打たせよ。わしに恩を売れ。 それがお主に最も利となるっていうさ、なんていうのこの、伊賀者が金に動くっていうのも理解し、で、それで、正信が俺を助けようとしているのも分かった上で、け、みたいな感じでそれをさ、すかしてね、肩すかしして、でも離でするという、その、なんていうの手下のものを守り、なんかこうね、いい主君でありながら、前回からずっとね、たぬき化している、腹の底を見せなくなったなの、癒しさんになってて、これが良かったですよね。 なんで今日は恐竜を置いてんのあ,あ、なんとなくあのジュラシックパークっぽいかなと。暑い感じだなと思って暑いとなんかなんかジュラキかなみたいなあのー。今まではね。どっちかっていうとこう。周りの人がすごい輝いていたから、家康さんがスポットライト浴びてなかったけど、ここ何回かはね。家康さんの成長とともにスポットライトをバーンと浴びてるからああ、松潤いいじゃんと思いことが多々あります。<laughs> <laughs> そう。なんかね、この、優しいね、いい人だけじゃない、いい主君だけじゃない、なんかこのね、腹の底を見せずに、ちょっと腹黒いところも見せて、リでイ、イガモノみたいなね、あんななんかね、怪しげなさ、島田久作さんのさ、桃地丹波と、十分ね、渡り合えるっていうね。で、その、桃地丹波が、それくらいさ、海鮮山んの桃地丹波が、こいつなら、かけてもいいかもって、思わせるだけの人物になってきた、松潤ってのがいいよね。よかったですよね。 松潤ってさ、うん、最初の頃ってさセリフ棒読みやし表情も一緒やしうわめっちゃこわして演技下手なんや大丈夫なんかなって思わせてたけどあれ演技やったのかなやっぱそうやったんやろねここを何回か本当になんかグレードアップしてる松潤だったからね家康さんのグレードアップにやっぱり合わせるためにそういう演技プランだったんじゃないのかなと思いますね。 なんかね、こう、最初の頃は、わざとなんか、ちょっとぽっちゃりした可愛らしい感じだったけど、この、うん、頃,頃シュッとしてるから、うん、なんかやっぱり体重とかもいろいろ、なんか体型も変えながら挑んでるんかなと思うぐらい、なんかシュッとなってるよね。まあでも本当は若い時ュで、どん,んどんどんどんあのきのぷよぷよでよかったんだけどね、最初の頃のちょっとプルルンって感じが、晩年の家康のたぬきっぽい感じでね、それは、ちょっと、もうちょっと太ってもいいんじゃないかなという感じがするんですけど、まあでもシャープな方がかっこいいからね、あのこういうセリフ ととかかかの時にやっぱりここうううみが出るからね、まあ、そういいうななもしれないで、すねいやまた最後のさ、白子の浜に着いた時も良かったよね。誰も正信引き止めないでさ、なんか、おいかさましか、とか、偽ンダとか言われまくってさ。で、だから、このままさ、せっかくね、うんうん、家屋さん助けたから、このまま家屋さんのところにずっと一緒にね、帰るのかなと思ったら、では、それがしはこれで、って言って、で、帰ろうとしたのに誰も引き止めない、<laughs> さあさあ、どのこちらへ、みたいな感じで、正信ほったらかしになって、そしたらさ、わざと自分で、 無論、今更殿のもとに帰参できるとは、それほども思っておりませんので、ご心配なくって、自分で言うかって、帰りたいのをもうなんか、あんなにまでね、帰りたいんです、帰りたいんです、帰参したいんですっていうさ、アピールがすごい笑わせてしまって、もうほんとおかしくてさ、それがしは、三河より追放された身ですから、ん今、殿が追わすのは三河じゃなくて、浜松とかって言ってさ、浜松なら、みたいなね、なのに誰も帰ってこいとは言わない、家いさんさも言わない、みたいなね。 まあ、最後で、あまりにもあのアピールが強すぎたんで、家康さんがもう笑い出して、しょうがないな、みたいな感じでさ、鶏の世話からだったらいいよ、みたいに言ったらさ、いや、鶏ではなく、鷹の世話あたりからなら、またお会いしましょう、そのうち、とか言ってさ、<laughs> なんか、かっこつけて去っていくのが全然かっこついてないよ、<laughs> その、みたいな感じですっごいおかしかったんだけど。でもまあまあ、なんていうのか、あの、いわゆるその、鷹賞としてね、仕えた最初、初期ね、あの、家康さんに、 本田正信は高章として使えたんだっていうのがあるので、なのでこのね、最初にまず鶏の世話させといて、高の世話あたりからみたいな話になってきたんだなとなかなかね、あの、歴史のね、そういうのをくすぐるところもあったりなんかして、面白いだけじゃない <laughs> 部分がありましたね。なのでまたね、正信どうやって帰ってくるんだろうっていうね、楽しみが増えましたね。次回帰ってくるのから、それともその、でも次回ね、そろそろね、小牧長久手とかの時にはもういないといけないから、どういう感じでね、 入ってくるんだなんかしれっといるのかなお前いつの間にみたいな感じで。でも登場し方も面白かったどこから出てくるのってよいしょーみたいなそう。でさ、なんていうの、あの顔を見せずに足とか背中だけでさ、本田正信とわからないような演出はしまくってるけど、あの声でしょもうバレバレだからバレバレだからと。<laughs> 全然隠れてないからとかって思って楽しかったです。 いやあ、もう、今後、本田正信の活躍というか、松山健一君の活躍が、もう、どんどん楽しみになってね。もう、期待値爆上がりでした <laughs>。あと、なんか、あの、半蔵も、はっとり半蔵も良かったよね。なんか、彼の、なんていうの、選ぶ方、選ぶ方が、みんな陰血っていうね <laughs>。 <laughs> でもなんかね、頑張って活躍、今回はしてたからね。うそうよ。ダメダメなのかなって、全部がダメダメなのかなと思ってたけど、結構活躍して最後捕まるみたいな感じだそうそうそう。<laughs> なんかね、ハットリは名器ではなかったのかガーンみたいな後に、わしがイエスじゃーって言ってね、お前ハットリじゃないのかイエスじゃーって言ってね、あの、もうなんかこう、焼けくそなんだけど、でも殿のために命投げ出すっていうのは、人員としたよね。で、しかも最後に、殿にさ、半蔵、今日からお前は立派な武士じゃんって言われて、 で、わしは忍びではござらんって言いかけて、あ、殿が武士だって言ってくれたっていうので、もともと武士でござる。えへみたいなさ、あの可愛くてさ、よかったに、ね、半蔵みたいなさ、でおまけに、武士ならば即室もボーンみたいな感じで、大ネズミちゃんと。なんかラブラブな感じも良かったですよね。本当にこの後、大ネズミちゃんは奥さんになるんだろうかね、なりそうだよね。うん。 これからも半蔵さんは活躍はしてくれるのはずですよね。だから、ああいう忍者働きではなく、やっぱりね、あの、やり働きだったりとか、そういう武士としての働きが有名になっていくんじゃないかなと思うので、それはそれでこの、ちょっとまたの、黒装束のね、影の軍団みたいじゃない、ハートー半蔵を楽しみに待ちたいなと思います。 やっぱり、光秀がね、最高でしたね。最後の最後まで小物感満載の、あの、佐向義さんの名演ですよ、もう。あれは素晴らしかったね。で、おまけにさ、こう、光秀の首っていうのは、こう、打たれた翌日に、秀吉の元に届けられて、本能寺で晒されてるんですけど、それを見る、秀吉室さんのね、 うん、今まで一番いい顔じゃん。みたいなね、あの、あの、なんていうの、ものすごいサイコパス感満載のあの顔も、よかったね、面白かった。秀康いつ酒焼きにすんのかと思って、もう怖くてしょうがない。<laughs> なんか余計怖くなるよね。なんか逆焼きにしては余計怖くなるんじゃないですか。怖さが増すんじゃないかっていう気がもうバンバンにしますよね。まあね、とりあえずでも今回は島田久作さんとかね、佐藤よしさんとか、あ、そうだ。あのね、の、北郎のさ、タラオミツやったあの、うさんくささがさ、あの、本当はいい人なのに、北郎さんのうさんくささのせいで、なんか騙そうとしてるって思えるところがまた良かったよね。すごいあの、さあ、赤飯でございます。なんか騙すきなんじゃとかさ、山伏の衣装でとかって言ったら、いや、騙す気 好きなんじゃってもう太郎さんが何か言うたびに騙す気なんじゃって本当はいい人だったのにねなのにやっぱりその名演でしたねもう今回だからその脇役の名演が光る回でございましたねいい人だったんだよねなんか最後もえ本当にいい人だったのうん、うん、ちょっとそう別に本当にいい人だから。<laughs> あの赤飯はどうなんだろうなぁやっぱり赤飯赤飯って言ってたからみんな当時のさ赤飯って言われたらカニぐらい、うん、まあでもなんか赤飯って言うとごちそうっていうの感じはあるからごちそう感なんだろうね多分ね。で星一軸もやっぱり高いもんだからごちそうって感じだったんだろうね。だからあの毒味を毒味を毒味をっていう。<laughs> マジ食いしている半蔵っていうかわいい、ね、大熱ズミとハンゾが可愛かったですねで我慢できずにみんな出ていくっていうあの演出もねなかなか可愛かったですよねロクミってあんなに食べるのかいや <laughs> マジ食いしとるあいつらっていう、ね、でもあの後もあるんだからね別にあんなに慌てて,出ていかなくてもいいんだけどよっぽどお腹空いてたんだろうねなんか今回のタイガーってすごい人間臭いとこたまに出さはる人間臭い なんか、食欲に負けたりとか <laughs> あ。ああ、人間のこう、なんか弱さみたいなのを、脆さみたいなのを面白おかしく描くのっていうのが、まあね、小沢さん得意分野だからね。だからそういうので面白くなっちゃうんだろうね。あの、真面目にやろうと思ったらあそこも真面目にできたんだけど、あえてね、お笑いにするっていうのがね、なかなかあのコメディータッチで楽しかったですよね。ただ、コメディーじゃなかったのが今回、穴山梅雪さんですよ。えー、まさか、まさか家康 さんの身代わりになっててくれてで、それでね、亡くなるなんて、あの、これは本当に、なんて言うのかな、小沢さんが穴山梅雪が好きなのかな、穴山梅雪さんの最後として、だから前回からさ、ほら、主君を打って、主君を裏切って生き延びて、そして得た平穏というものがこんなに虚しいものとはっていう、なんかちょっと死亡フラグっぽいのが立ってて、それで、まあ、家康さんと別れた後ね、死んじゃうんだなと思ってたら、最後に、わしが家康じゃ、徳川家康じゃって言って家康を守って、 死んでくれるってどんだけいい なのよとか思ってさなんだろうな。どうせも、勝頼様を裏切って生き延びる気はないから死の後追いしよう。みたいなです。じゃあ、せっかくだから、家康さんの命を取って助ける一助をしてあげようっていう、そういう、なんか、感じで死んだのかね。なんか、実際これね、あの、わからないけれども、そうだとすると、本当に、売イいい人って感じでね。で、またやってるのが田辺さんだから余計いい人って感じでね。もう、なんか、クビになったのがね。なんか、あの、コメントとかでさ、あの、ハゲ頭のはずなのに家康さんと間違えなかったのかとかっていう ど、多分切った方は知らないから、そんなのは分からなくて切っちゃったんだと思うんでね。まあ、あの、穴山倍拙さんの最後としては、ちょ、ちょっとなんかこう、悲しいけども、役に立とうとしたいい人として死んでいってくれた良さみたいなのをね、ちょっとこう、心の救いとしてやってくれたなみたいなのはありましたね。 そう、なんかね、自分が家康だって言いましたって言うから、誰の首なんだろうといろいろドキドキしながら見てて、え、まさかの、あ、でもなんか、本当悲しいけど、ありがとうって感じ。<laughs> そう。そう。あ、あのあの山バイさんだったら、そういう風にね、やってくれたかもしれないよねって、なんかその前ぐらいからね、なってきてて、そっかそっかっていうね、自分はもう、勝頼様の元に行ってもいいや。でもじゃあ、 お気見上げとして、イエス殿、うん、頼みまするぞ、みたいな感じでね、やったのかな、と思うと。あの、おけからさ、ちょっとだけハゲ頭が見えてたやん。あれってなんか涙、がうおーって言ってねえ、なんかもう、あの山売説ってした瞬間に、えーってなったよね。なんか今回、コミカルな割に、なんかこう、感動シーンもありーのっていう感じでね、うん、よかった。バランスすごくいい回です。すごくいい回だったんだけど、<ん> 2>, 2点気になることがあって、 一点は、半蔵たちが取ってきた野菜とかがすごく綺麗すぎたことと、もう一点が、みんなが逃げてんのにすごく髪の毛が綺麗なところが、ちょっと気になりました。<laughs> すごく具体的に良かったんだけどそ、ね。そうね、そこはね、やっぱジャニーズに泥付きの大根を食わせるわけにはいかないとか、そういう感じだったのかな。もうちょっと泥ついて、まあ、マックアブリとかはね、別にいいんだけど、大根と株は土から引っこ抜いてきたにしては、ちょっと、キリすぎる感はあったよね。途中の皮でバシャバシャって洗っても。<laughs> やっぱりあれかな、殿に食べていただくからって言って洗ったとか、そうそう、半蔵の心遣いみたいな。 でも髪はねそうねもっとボサボサにしてもよかったかなとは思うよねみんな結構綺麗だったでしょ、ね、ちょっとだけちょっとだけこうこう何て言ういやもっと本当はもっと汚れるだろうと思いながら、うんまあ、多分ほらこうボサボサのかつらにするとまた別かつらだから予算の問題なのかもしんないね最近結構予算が厳しいらしいからねなので新しいかつらをやっぱりあつらえるとまたちょっと予算的にって感じだったのかもねいや分からんけどね分からんけどねいやそういうことで納得です。<laughs> 納得しないでください。なんかさ、6月3日に工場に着いてたよね。あ、えーとね、一応なんか6月5日に三河に着いた、最速ね、6月5日に三河に戻ったっていうのが最近の説なので、割とこう、3、4で白子の浜でって感じになってる感じだから、すごい強行軍で走ってるはずだから、まあまあ、あのー、石川和正がお前らのようにはもう走れんっていうのもわかるかなっていう強行軍だったんだろうなって感じではありましたね。 白子っていうところは私 F1 が好きだったから鈴鹿サーキットに行ってて白子っていう駅で降りて鈴鹿サーキットに行ってたからあここなんだってちょっと思った <laughs> そうなんだ私鈴鹿サーキットも白子もちょっとあの行ったことはないのでここなんだと思ったことはないんですけどねそこだけは逆に思った ね、あそこら辺なんだ、みたいな。まあ、あの、あそこはね、もともと戦国の当時の海上ルートなんですよ。会輸送ルートなんですよね。だからね、まあ、あの、なんていうのかな、四日市ルートって四日市もね、会場ルートあるんだけど、まあ、その、勝手にどこでからでも渡れるとはにいかないから、その、もともとの、こういう会場ルートのあるところっていうことでね、白子の方だから逃げたってことなんだろうとう。 白子じゃなくて白子ですよあ、白子じゃない白子だ、ごめんそうだった、白子なんか白子白子、白子白子、白子すいませんなんかもう白子で頭じゃなくて白子ね。白子、白子ですすいませんでした白子です白子ですすいませんなんかもう白子で思い込んじゃってるからなかなか治らないよね白子ね、白子ね致命難しいよねでもコメントありがとうございました